大変です。なんと武装集団がサボテン三兄弟を連れ去ってしまいました。今入った情報によりますと、殺害者の一部を要求しているそうです。これを受けて、被害中当時の所属部隊に対して、サボテン三兄弟救出命令が発令されました。パジェロの戦闘のもと、部隊が安全区域に前進してきました。パジェロには現在13人が参加しています。Super!
以上こちらでした。適用規模は1個分の程度誤差です。
こちら西部、京成東京車の総員巡査が、東京市に総理を実施。こちら市街地商店、突撃支援車両を要請する。こちら地図でしょう。了解。どっかは、突撃支援車両を開始する。突撃支援車両に急行発車。本日、お礼の ご覧いただきましたように、私たち発売中間地所属部隊は、いついかなる任務が与えられるとも、これに関わって反省している強靭な陸上自衛隊の担当を目指し、政府より厳しい訓練を実施しております。我が国の平和と孤立、そして国民の皆様の安心。